はい、皆さんこんばんは、ミクツでございます。今回ね、久々にルーフレイジをやっていくんですけども、今回やるのはレオンっていうキャラクター。俺はこの白なんですけども、このレオンがね、まんまレオンなんですよ。あ、間違えた、白が嫌か、白白でいいわ、ちょっと待って、白がいい、わかりにくいから。で、あのね、映画のレオンあるじゃないですか、あのままなんですよ。あのままのキャラクターなんで、それらしい動きとかするんですよ。で、これを7人キャラクター同時対戦できます。設定は、ストック5の、体力150で、ほんで、難易度が5です。で、ちょうどいい具合なのかな。で、まあやりやすい場所で、ここでこれがね、対戦が見にくくなるよな。俺どれや見とかなか。バイバイ、これまずい、ちゃう、どこ行った俺、どこ行ったか分からん。あ、ここ、わお、分かれ、おお、どうやってる、あ、やばい、すごいな、画面止まりそう、あ、やばい、これまずい、どうやってる、耐えて、あ、死んだか、死んだけど、どこで出てる、あ、もう画面外やった、分かれへん、どこ行った、絶対どっか飛んでる、どこや、見失いそう、ナイフも使えるから、分かる、あ、違うだ、これ、あえとちゃうねん、危ない危ない、ジャンプが X で間違えてもらう、あ、違う、ジャンプが X じゃないの、なんかライバルゲーテルやつが X になってもらうねんな、あれ、ジャンプ X なんですよ、これ B なんですよね、こっちは、どこ行った、わわわわわ、あー、死ぬ、あ、やばい、いける、危ない、あー、上、落としてくるな、どこや、復活がどこか分からへん、俺どこ行った、あ、どこ行った、あ、ここ行った、あ、やばい、わー、分からん、どこ行った、あ、これ、わー、場所が分からんな、すごいなこれ、うわうわうわ、あー、ちょっと待って、死んだんじゃない、死んだな、どっかで出てる、俺もう死んだ、山だもんな、あー、もう死んだ、死んでるわ、あー、そういうことなのか、結構むずいな、どうじゃろう、このレオンさんはかっこいいな、銃を使う、唯一銃を使うキャラ、まあ、ボス撃も使うんやけどな、斜めに撃ったり、下斜めがなんか亀打ちみたいな、かっこいいな、基本蹴りと、接近戦の武器のライフで戦うことができて、通常攻撃で銃で撃つからさ、すごい強いね、このあ、落ちたな、あえて上にさ、バボバタ打ってたりさ、そう、あれ、あの強力なやつ、斜め下に打つと、なんかちょっと軽いため打ちみたいな、あ、すげえな、すげえ挑発してる、あ、すげえ、かっこいいな、打ち方、うわ、あえて飛んでいくのか、すげえな、足になった、あ、すげえ、上がっていきようだ、あいつ、かかった、あ、もう一個あるのか、
そう、あれ引きアームでね、引き起きてて、なんか相手を蹴ったりさ、画面止まりそうになってな。お、すげえ、おった。緑の勝ちや。あえてね、挑発すると生き鉢を触るんですよ。じゃあ次さ、これまあランダムで、せっかくやからもうちょっとやろうかな。で、これが、これ行こうかな。久々にこれ使おう。で、場所が、ちょっと狭いリングで行こうかな。これで俺、一人やか分かるやろ。ちょっと待って、一回コマンドみたいな。え、俺似たようなこれ多分どれやったっけ。これか、はい、コマンドがね結構いろいろあって、 Y が普通の攻撃でそのパターン組み合わせていろんな攻撃できるんですよね。でエリアルっていうのは空中で使える技なんですよ。で主に A が技ですね、まあ固有のスペシャル技で、唯一共通の下と A で瓦を持つ、まあ下に瓦みたいなのと物を持って投げることができるんですけども、まあこれ見てもらったら A と上 A でボンってブンブンして上に上がるやつかな。で横と A ってブンって重きスイングするやつと、斜め上と A で飛びつくやつとかね、まあキャラによってたんですけども、一番下のスペシャルエリアルというのはジャンプ中に A ボタンでやると、まあ、空中必殺技が使えますよってことです。これどれやろう。このねキャラはボールを、バットでボールを投げたやつね。あ、俺中に容器おんな、これ似たやつが。あ、まだだ、まだこう必要だ。あ、やばい、これやばい。あ、どうやってる。あ、落ちた、落ちたな、絶対落ちたわ。けどあった、狭い、ここ。あ、わっかい。4人ぐらいがちょうどいいな。うわ、すごい、わってる。うわ、すごい、ボールで、うわわわ、これすげえ。ボールでさ、すごい押し出されてるんだけど。やばい。あわわわわわ、どうなってる。あ、惜しいんだ。あ、まだ生きてんな。マジで。うわぁ、わけわからん。あ、うわ、死んだんだね。俺死んだんだ。死んだな。どっか吹き飛ばされていたけど、あとは、あ、もう死んだな。あ、まだどうだ。分からへん、どこだ、あだ。うわ、どこおる、アウト。見失うな。でも4人ぐらいがちょうどいいんかな。あ、やばい、あ、分からんとこおるから。どこや、俺死んだんじゃない、これ死んだな、確実に死んだわ。知らんとこで死んでる。人数減らすか、これ。こうでも強いな。ごちゃごちゃしすぎてんねんな。あの T さんが強いのよね、結構。なんかね、飛び道具は結構持ってて、じいさん強いな。このゲームじいさん強いのか。コンピューターアホにならんほうが強いの。
あの動きするかな。あ、強え。あ、そう、ちょっと人数減らすか。それで4人対戦だったら1、2、あ、なんか似たようなのかな。これはあかんな。あ、やっぱこっちで選んだ方がいいのか。この人と忍者とこいつと相撲さんとで、これで5人か。5人でも多いのか。コンピューターをバックできるのないのか。一応僕はこの人が持ちキャラなんですよ。これ使おうか。場所がちょっと変えようかな。これでいくかな。目覚ましなってんな。今ね、1月1日のね、4時半なんですよね。あ、ちょっとコマンド見せて。でね、プラモ作ってて、どれやねんな。これか。これじゃない、これか。この人か。ウェイスイング、斜め、Y。あ、竜巻のコマンドマンか。コマンド持ってるやつもんだよね。で、あれは、強く弾いた、長押しの状態 Y かな。ダメ。ちょっともう一回見ていい？技がわからんねんけど。あ、斜め上か。斜め上と、これか、これ強い。あ、振り回しがある。この人数やったら勝てるかもしれない。多分。あ、いいです。空中はこの技、あ、これすげえな。うわ、すげえかっこいい。あ、上、うわ、うわ、すげえ。やばい、これいけるか。無理だ。取られた。あ、ルフレイジはやっぱおもろいわ。ようできてるっす。お手軽さがあるな。お手軽さじゃないな。やりやすさがある。誰でも、あ、なんか、あ、敵倒しても技が入るから、どれ押しても技が出るから。一応、R でガードと鮭が使えるんですね。空中鮭とこれと使えて、あ、死んだな。吹っ飛ばされんかっても、あ、うわぁ、死んだ俺。ディフェンスだ。なんていうのかな、あの体力なくなると一応死ぬので、このゲーム吹っ飛ばされんかっても、そこがちょっと大乱闘だと思うんだな。あ、やばい、これは敵強いな、やっぱり。あ、やばい、めちゃおっぱい。あ、やめちゃった、ちゃった。いやー、強い、強い、狙ってきよう、すぐに。あ、ちょっと、あー、うわ、死んだ。強い敵。あ、やった、死んだ。よいしょ。あ、一人死んでんのか。あ、やばい。このでも人遅いな。あ、死んだ。俺死んだんじゃねえ。あ、終わった。敵強
強い。ルーフレイジはね、コンピューターがやっぱ強いのよね。多分これあれやで、ライバルズエーテルやった後やるとちょっとしんどいな。早いのよね。なんていうんかな、ストリートファイターダッシュやった後にターボの、あのスーパーファミコンの版のターボのマックススピードでやるようなもんかな。あら、自滅したな。そう、自滅すんのな。もう一回行こう。もう一回行こうかな。この人きっと、上の、大きい波動拳使い、キーさんと、いや、キーンと、あと一人を、エオン入れとくか。ほんで、あ、待ってたわ。コンピューター入れてまた。コンピューター入れたらダメ。ちょっと待って。この人と、レオンと、キーさんと、キーさん。じゃあ、これ入れとくか。これで。ワーストどこしようかな。ここ面白いね、今日。ここね、建物の中に入れるんですよね。自滅しやすいね、でもここな、ぶつかりすぎて、ほら、建物の中入ってるでしょ。これどこやろ。俺の使ったやつは一応、竜やな。あの、それ大会の竜なんですよ。基本は、サトンテンプ曲も全部使えるんで。はい。ひどい。強いな。そんなことは起きないな。っていうか体力いくんだ。死んだ。そんな死に方する。危ない。うわ、敵、やばい、怖い。やっぱあれやな、緊張感な、これは。体力なかったら終わりやからさ。落ちてもあかんし。あ、当たらなかった。どこか攻める。あ、そうだね、あ、死ぬ。どこ行ってた。やばい。あ、死んだ。まだおるかな。あ、だったけど、そういえば、おらんか。慌てる。強いわ、的な。
レオン強いな。使い勝手がいい。このゲームスイッチ版でやるのはちょっともったいないから安いけど、あのね、インターネット通信をがちゃんとアップデートで改善されてないのと、インターネットでできないんですよ。インターネットモードあるけど、できないんですよ、スイッチ版は。で、あと、ラスボスが解禁になれへん。ラスボスをノーマルクリアすると、ハードカーでクリアすると出るけど、出ないんですよ、スイッチ版。なんか出えへん仕様とか、なんかバグってんのかしらと。だから多分、スチーム版でやった方がいいかな。スチーム版でやった方がいいかな。プレイステーション4でも多分あったんやけど、スイッチ版はなんか改善がされてないんやな。もうちょい改善してくれたらいいけど。すごいな、ムエタみたいなやつ。まあこんな感じっすね。そう、ほんまラスボス、俺もう何回もクリアしてるから、ラスボス出なあかんのに、優しいモード以外は、ボス敵出ないんですけども、そう、出ないんですよ。今回以上かな。今回以上です。グッドでした。また見てな。じゃあねー。